それぞれ来た人がその都度自分でなんか好きに関わりながら持っていける場所だと思うんですよね。成長できる場所っていうのはすごくいいポイントなんじゃないかなと思うのは、それはなんか日本っていうのが割と伝統的に持っているその空間の性質なんじゃないかなと思って、でこういろんな人が受け入れられるし、いろんな形でこう作り上げていくことができるようなプラットフォームみたいな場所で、でもうすごく何がなくても快適だったり美しいし、何かどんどん生まれても来るしまたなくなるみたいな、そういうことが可能な場所で、それは非常にいろんな世界の人にも求められるだろうし、いろんな多様性を見せることができる、そういう場所でできるんじゃないかな。個人的にはなんか日本の綺麗なものとか美味しいものとか、ただ並んでるだけですごい素敵じゃないですか。だからそういうのだって行きたくなっちゃうけれど、まあもうちょっと幅広いものがいろいろ出てきた方がいいのかな。ある程度なんかこう綺麗なストイックな、まあそれもなかなか手には入らないんだけど、まあそういうものでもすごく惹かれると思うし、ただそれを全然裏切っちゃうようなものも出てくるっていう方が面白いかなと思います。他の国の人に知らせながら、ある意味で自分たちがもう一回再認識できるっていうのそれは重要なのかなと。だからあくまでも外国の人だけじゃなくて、場合によってね、日本の人たちもいろんな形で参加したり、旅行先でそういうのに出会ったりということでっていう可能性もあるのかなと思います。